そうですね、逆です。いい先生がリロイ、そしてノビがドラグノフという組み合わせになりました。これリロイ使う人多くないですか。このキャラクターはですね、あの最近こう登場した新キャラクターなんですが、はい、まあすごく強いとご評判なんですね。へー、その技が非常にかっこいいんですが、そのかっこよさを上回る強さを誇っているという印象です。まず下段をさばいていくのはノビのドラグノフ。おお、つながるな。おっと、ジャンプステータスでジャンプインパンチ、これで回避していきました。でこのリロイは相手の攻撃がさばく総竜門という技がある。さらに連環拳、この技も非常に強力。そして下段ノビは追い詰められています。川崎とドライブ、見事なダメージ。あっと、リロイ小さかったか。ちょっと軸がずれておりました。まあ、普段なら入るコンボなんですが、珍しくミスが出ました。ここはしゃがみから出していく。ここはミスになっています。おっと、完全にこの受け流し、相手の動きをさばく動きを読み切っていましたね。タイミングをずらして攻撃することで、そのさばきの隙を捉えていきました。スレイライド、これでノビが大幅にリードしているんですけども、レイジのリードを放置して非常に危険だぞ。反撃のミドルキック、1対1タイだ。連環拳を出し切っていきます。下段からこちらも下段を打っていきますが、やはり要所で受け流しをこうして全て受け流して、総竜門から横移動して回避していきます。これはノビのコンボになる。スレイライド残りません。下段からの投げ技で倒し切っていきました。パワークロー、さばいています。常にこの総流門が非常にノイズになっていますか。連打しているぞ、これ有効。空母竜ヶ所を出していきます。ガード総流門を待ってからしっかりと良くしていく。ここまでかなり総流門に苦しめられましたが、よどみないな、はい、しっかりとこう対応しましたね。ステージはランダムで引き直しになっております。全試合ランダムってレギュレーションのことに書いてありましたので、すいませんがそれでお願いいたします。2試合目、選ばれたのはハワードエステートギースステージ。ステージ内に襖がたくさんあるんですが、その襖に対して相手を叩きつけると襖を破ることができる、うん、ステージが広がるというギミックを持った場所になっています。ここまではこういい先生のさばき技総流門がかなり効いた試合でしたね。そこに対してノビがタイミングを合わせてアッパーで反撃していくという展開が目立ちました。これですね、もう見事にそれも待ってから反撃しています。ここもそうですね、ドクランドスラッシュから襖を割りつつ大きなダメ、あーっと、どこ、これは下段さばき性能があります。さらにそこからの反撃があるんですけれども、大事には至りませんでした。ノビが取った連環拳、これは発生10フレームでカウンターに当たるとなんと49ものダメージを与えられる、すごい技です。壁際剥がしつつコンボに繋いでいくのはノビ、レイズライブ、どうだ、おーっとロシアンフカーサート2つ、これでノビがリーチ、一旦時間を使いながら戦っていくのはノビ、段階勝、しかしツースマ返していく、下段さばいている、イナスね、しかしボアちょっと小さいか、総流門が怖い、うわハンマートックスカシカッケ、これは決まるでしょう、スキルを与えますね、ノビの勝利です。